弦楽史重奏と還元楽のための競争曲編路上はオーストリアの作曲家アーノルド・シェーンベルクが作曲した競争曲である。競争曲が書かれたのは1933年の夏である。その年の5月、シェーンベルクはナチス政権の誕生によってベルリンを追われた。彼はまずパリに行き、そこでルター派から幼少期に学んだユダヤ教に再起した。 1933年の夏は妻と幼い娘と一緒にフランスのボルドー近郊の海辺の町アルカションで過ごしそこで競争曲を完成させ10月にアメリカに永住することになった作品は1934年9月26日にプラハでコリシュカルテットをソリストに迎えて上演された作品は全4楽章からなるシェーンベルクは この作品について次のように書いている。私はヘンデルのスタイルの欠点を取り除くことに主眼を置いていました。モーツァルトがヘンデルのメッサイアでやったように私も一握りのロザリオやシークエンスを排除して本物に置き換えなければならなかった。またヘンデル様式のもう一つの大きな欠点であるテーマが最初に登場した時には常に最高の状態で曲の途中で だんだんと取るに足らない、つまらないものになっていく、ということにも、全力で取り組みました。弦楽四重奏とオーケストラのための作品は、ジョン・アダムス、モートン・フェルドマン、ボスラフ・マルティヌーなどが作曲をしており、弦楽四重奏と吹奏楽のための競争曲は、ウォルター・ピストン、ジョエル・パケット、エルビン・シュルホフなどが作品を発表している。ありがとうございます。